及川優、及川優、及川優也、1981年、昭和56年1月16日隊は、北海道中川郡池田町生まれのスピードスケート選手、500メートル全日本記録保持者、34秒27、北海道池田高校から山梨学院大学へ進学、その後、ビックリドンキー所属を経て、現在は、 大和ハウス工業株式会社所属。大学在学中の就職活動において、スケート部を持つ企業からは、選手待遇での誘いがなく、このままなければ、大学でスケートを引退する予定だった。しかし就職活動中、ビックリドンキーの一般社員としての役員面接の、際、トリノオリンピックに出場しますと思いを述べ、元体操選手だった。 生児秋尾社長にその意気込みを買われ入社。大学卒業後も競技生活を続行している。入社以来、監督もコーチもマネージャーもおらず、練習場や移動手段の手配から日常のスケジュール管理までを入社当時から現在まで全て一人で行っていた。最近、所属会社がトレーニングコーチを雇ったことが自身のブログで明らかにした。 入社後の国内外での大会において成績がどんどん上昇し2005年12月下旬に地震初のオリンピック出場権であるトリノオリンピックスピードスケート男子500メートル出場権を獲得したトリノオリンピックスピードスケートの男子500メートルに出場し開催前からメダル候補として注目を浴びていた清水博康や加藤常治を抑えて一時は 暫定1位になったが、後から出場した外国人選手らに記録を更新されてしまい惜しくもメダルは逃した。しかし、日本人選手の中で最高の4位入賞と検討した。及川はそれまで北海道内のマスコミや NHK と一部の全国、TV キー局と系列 BS デジタル放送、一部全国紙などの一部の報道機関からしか注目されていなかったが、 この鳥のオリンピックでの検討と入賞を機に、マスコミ各社から一気に注目された。入賞後のスポーツ新聞各紙では、会社名を使用したラジャレタイトルができるほど大きく飾り、同時に会社のイメージアップにも大きく貢献した。民放東京キー局では、大会が終わった時間が日本時間で早朝にあたり、それまで清水とか藤しか注目していなかったこともあって、 ほとんどのツボネでは、早朝から放送される朝の情報番組の中で、及川詳細なプロフィールを放送することができなかった。東京キー局で唯一日本テレビのみが、系列 BS デジタル放送局の BS 日テレを通じて、及川を無名選手時代から追跡取材し、同局のスパメイがないで特集として過去数回放送もされていたことから、 実は選手に選ばれる前からおいかわに関する映像素材を持っていた。このため同局のズームイン。スーパーが最も早くプロフィール映像を放送し他局に差をつける形となった。日本テレビ以外の関東キー局は同日午後以降の報道番組等でようやく出せた結果取った。また、小木原次春も自ら司会をしている BS 日テレで放送のスパメガにおいて 無名選手時代からのおい川の存在を知っていた、小木原が大会終了直後に放送した、ズームイン。スーパー、日本テレビ列でトリノからの生中継の際、失礼だけど、こんなに強かったっけ。と、ものすごい、驚いたリアクションで、小木原にインタビューをされたほど、この発言を、東京のスタジオから原稿を読んでいた、トリノオリンピックコーナーキャスターの中西哲夫の横に、 いた、番組メインキャスターの羽鳥慎一、日本テレビアナウンサーに、失礼ですよとと、身を入れられていた。2007年の W 杯男子500メートルにおいて、34秒42の、自己ベストで優勝を果たした。選手団の首相も務めた2007年アジア冬季、競技大会、中国、長春では100メートル金、メダル、500メートル銅メダルを獲得した。 2009年12月11日のソルトレイクシティでの W 杯500メートルで2位に入り加藤ジョージの持っていた日本記録を更新した0秒03更新34秒27現在の日本記録は加藤が2013年に記録した34秒21である北海道移転前のビッグバンダ戦時代から北海道日本ハムファイターズの大ファンで 北海道帰郷中に感染するほど。また、トリノオリンピックで4位入賞と、日ハムファンということもあり、3月25日に、北海道日本ハムファイターズの札幌ドームで、開催のホームゲーム開幕戦の、始球式に出てほしいという申し出あった。マスコミ各紙でもこの話題を取り上げていたが、辞退していた旨が後日判明した、断った原因は不明だが、 本人運営のブログで4月の帰省後に明らかにしている。鳥のオリンピックでの入賞直後に、実力はもちろんのこと、無名時代から入賞までに至る経緯に感動し、ファンになったという人口が老若男女問わず、日本国内に一気に増えた。所属会社のウェブサイト内では、鳥のオリンピック開幕日と同時に急遽、びっくりドンキースケート部という名義で、 自己紹介程度のコーナーがあるが、以後、会社側は4位入賞の報告どころか、国内外競技の成績掲載もなく、コーナーそのものの更新はなく、社員向けの社内法にしか情報は提供されていないなど、ファンに対しては非常に冷ややかである。そのため、ファンが、及川の出場予定大会やメディア予定等の情報を入手するのには、他の選手や企業と比べて、 非常に困難である。なお、会社内社員向けの社報には大会の情報、または及川に関する情報は発信していた。現状では、スポーツ資格者のウェブサイト内の選手紹介並びに特集記事ページを除けば、本人が自ら立ち上げた不定期更新のブログだけがファンが及川を知ることができる唯一のサイトである。 トリノオリンピック以降の TV 出演2等に関しては、ファンやマスコミ各社からの要望はあるものの、所属会社自身も外部ファンに対して PR 活動や成績報告等を一切していないため、東京キー局制作のフジテレビのジャンクスポーツやテレビ朝日のなんだ等のスポーツ選手をゲストに迎える番組やイベント並びに、 CM 出演へ露出は、会社の考えが大きく変わらない限り、現段階では皆無に等しく、また、加藤ジョージや清水博康がいる以上、大きな国内外の公式大会で優勝しない限り、名前は、活字として掲載されても、ニュース映像やスポーツ紙等の写真等の各種メディアに、出にくいのが現状である。なお、地元北海道の TV 局が、大きな大会が行われる、 前後の取材や不定期で、ローカルのニュースや情報番組内での特集等の出演はあるが、北海道地区を除けば、本州以南でのテレビやラジオ等の全国放送や、各メディアを通じて、彼の姿を見ることは現段階では、非常に難しい。2007年5月27日、JST に富士テレビ系列にて放送、一部地域を除くした、ジャンクスポーツにて、 トリノオリンピック後初の全国放送に出演した。今後のメディア露出も期待はされてはいるのだが、会社の考えから他局の同ジャンルの番組出演も上記の通り、現段階では他の選手と比べて非常に難しい。2010年6月30日、JST において当時の所属企業、ビックリドンキーはスケート部の廃止を突如行にした。これを受けて、 及川は、今後もスピードスケート競技を続けることを決意し、退社を決めた。一方、同所属の紺野慎太郎は、選手活動を引退し、退職後は、競輪選手の道へ、コーチの菱沼正人は、コーチを辞め同社の本社業務の選択肢を選び、共にスピードスケート界を去ることになった。びっくりドンキーを去ってから数ヶ月間、カキは競技は、オフシーズンに入るが、 国内を中心にオフシーズンにおける自主トレ活動は続けていた。そんな中、幸いなことに、鳥のオリンピックスピードスケート女子日本代表の大菅さゆりが所属している大和ハウス工業株式会社よりオファーがかかり、2010年9月、同社入社後正式に大和ハウス所属となった。そして、同年10月より開幕した。 2010年から2011年シーズンからの競技に新たな所属企業の選手として活動を継続することが可能になり同時に日本スケート連盟のスピードスケート選手会長に任命された。シーズン開幕とともに同企業スケート部のホームページはリニューアルされ及川のコーナーも増設された。全所属会社時代と比べ出場大会のレース記録や 結果や写真もアップに加え、及川の出場予定の情報なども入手できるようになり、加えて、同ページから直接メッセージも送信できるようになるな、内容は充実し、情報も入手しやすくなった。また、国内大会における応援活動においては、同所属の大菅の応援と同様、同社社員の有志が多数集まり、企業コーポレートカラーと同色のベンチコートを着用し、 統一感と盛り上がる応援にな。これにより、一般の観客からも、及川の応援席であるのがわかるようになった。全所属会社は、外部での活動及び外部ファンへの活動は、一切していないため、大和ハウスや日本電産産協のような会場での、団体や席を設けての応援活動は、一切行ってなかった。同じく、鳥のオリンピックに出場した、長島圭一郎。 日本電産産業所属は出身高校である北海道池田高等学校の後輩である。2007年4月よりイタリアの反射運動刺激装置を用いたスポーツ用品メーカーベニックス社のサポートも受けている。2014年10月12日札幌在住のマクドナルド社員の一般女性と長い交際期間を経て入籍。互いの仕事の都合で現在は 遠距離別居婚である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。